設の使用制限についてですが、このスケジュールについては変わりなくて、国の方と調整を進めております。法律の立て付け、どういうふうにするのか、それから何よりもですね、スピード感が、この基本的な、方針と、その中に途中からピュッと入った文言がありまして、あれがどういうふうに理解するのかというので、随分国との間 の, この調整といいましょうか、考え方の整理なども途中から必要になってきたということです。で、対象をどうするのかということは、これまでのインフル、ベースがインフルエンザ の前の特措法をベースにしていますので、特徴がこれ今回のウイルスと違いますので、そのあたりの整理をしているということです。いずれにしましてもね、うちの店は開けていいのか、ダメなのか、いや、やめた方がいいのかどうなのかという、それ明確にお示しをしないとですね、結局お店の方も困られるので、スピード感重視していきたいと思います。で、それに対してどのような協力のこれそれを件をどうフォローするか、これについてもしっかりと設計をして、そしてお知らせしたいと思っています。週末超えないようにします。フォローについてということなんですが、保証に留める声もありますけども、市の方から協力金というのもあるので、この辺りも考え改めて今国の方もですね、今回のコロナによる経済の収縮ということについて、企業個人それぞれ対応策を先日も発表されました。都としてどのような形が最も感染の拡大の防止、これに効果があるのか、それに対してのご協力に対してどのような形で応えていくのか、これは整理したいと思っています。いずれにせよできるだけ早く進めていきたいと思います。基本方針というのが3月28日の時点から4月7日の段階に変わりました。また業種についても新しくドーンと政府の方から出されるケースがありまして、それと合わせるというのがなかなか微妙なところがあります。ただ目的が何度も申し上げているように、感染症の拡大をいかにして防止するのか、ここにつきますのでね、そういう意味でしっかり整理もしていきたいし、一方で日常の生活に必需品をどこまで何を提供してくださっているのか、そして何よりもクラスター化をするとしたところ、する可能性がある部分、これらのことを整理をしているということです。以上です。